壊れてしまったおもちゃを直す松山おもちゃ病院が11日松山市子ども館で開かれました。今回で78回目を迎えた松山おもちゃ病院、電子機器類を使用したものを除く壊れたおもちゃを分解修理するものです。おもちゃを直すドクターは9人で、元は電気や木工、歯科機械などの職業についていた方々が自身の技量を生かしボランティア活動を続けています。この日も朝10時の開始からおもちゃを直すドクターの前の席が埋まり、さまざまなおもちゃが子どもたちの前で修理されました。やっぱり電池の入れっぱなしで、接点がね、ぐちゃぐちゃになってるとか、そしてぬいぐるみなんかだと動くから子供がこう押さえるんですよ。そうすると歯車が割れたりすり減ったりして動かなった、そういうのが多いですね。やっぱり物を大事にすれば、今まで大事に遊んできたもの、思い出があるものを壊れたからって捨ててしまうと、そこで思い出が途切れてしまいますよね。少しでも元に近い状態に直して、またそこから思い出をつなぐというかね、物を直して使えば使えるということを知ってもらいたいので、目の前に座って直すところを見てもらえれば、あんなことしたら直る、こんなことしたら直る、大事にせんとこういうの壊れるんだということがよくわかるかなということをしてるんですよね。ありがとうございました。直ってどうだった？よかったです。修理され子どもたちの元に戻ってきたおもちゃは、より一層大事にされることでしょう。